ヨルムンガンドの移動経路をマッピングしてと…せっかと遭遇した時の対処法も考えておかなくちゃしるべ先生が推定したっかの能力値とこちらの全員の合計値を比較してやっぱりかなり分が悪いわねそれにあの普通の人間ではない まるで悪魔が半分混ざったような見た目ただの覚醒者とは何が違うんだろう対策の仕方がわからないどうすればはあはあああのら先輩あごめんねため息なんて情けないところを見せちゃっていいや 研究所でもリーダーとして働いてそのまま休みゼロで今の任務なんだか顔色が悪いような気がしますあの私にできることなら何でもしますからだから無理はしないでくださいありがとうかりんちゃん心配してくれては<っ>私は大丈夫 困難な状況でもちゃんとリーダーをやりきってみせる先生は私を信頼してチームの指揮を任せてくれている私にはその気持ちに応える義務があるのでも私よりも他のみんなの手伝いをしてあげてねっえっ他のみんな 私いいことを思いついたわ海外の軍需工場を買収してありったけの兵器をあのヨルムンガンダにぶつけるのよどうかしらお嬢様アホなことを言わないでください通常の兵器ではただの悪魔も倒せませんメモリアから生み出された特別な武器でなければ彼らは倒せないと教わったはずですよまったく。 めんどくさい存在ね悪魔ってそのために僕たちがいるのですようんメモリアはどこが作ってるのかしら特務防衛機関あるかの研究員でしょうね桜子先生のような分かったわだったら特務防衛機関あるかを買収すればいいのよねっナイスアイディアでしょ 確かに特務に追われることもなくなりますし一石二鳥ですねただしそれを実現させるには最低でも半年から一年はかかってしまいますアホなお嬢様には難しいかもしれませんが今すぐできることを考えてくださいもちろん見てなさい ナイスでグッドなアイデアを考えついてみせるわ <laughs> あーつまんないよ早く移動したい。 ちはダメダメですが同じ1年生ならくるみの様子は<あ>横になったイスカの顔を見て物憂げな これはとてもじゃありませんが、話しかけられません。やっぱり今一番大変な思いをしてるのは、咲夜先輩です。私、咲夜先輩のお手伝いをしたいです。かりんちゃん。あ、何ですか、先生まで。 もちろんです。先生に心配いただくようなことは何もあ咲夜先輩ほらふらついてるじゃないですかごめんなさいでも私はみんなの命を預かってるの今は知らぬイセっカとヨルムンガンド2つの強力な敵と戦わなくちゃいけないこんな時にリーダーの私が休んでいるわけには。 いざという時のためにも今はコンディションを整えるべきですかそれは確かにそうかもしれませんけどわかりました先生の命令ですから私はしばらく体を休めることにしますでも私が休んでいる間誰が舞台を指揮するんですか盗撮が取れなければ ヨルムンガンドはおろか普通の悪魔にも勝てない可能性がえっかりんちゃんを代理のリーダーにええー、確かに私以外でリーダータイプなのはかりんちゃんかも他の子は良くも悪くも自由奔放だからああ かりんちゃんはい私の代わりが務まらないなんてことはないよ私だってまだまだ未熟手探りだもの大丈夫私は体を休めながらセっカとヨルムンガンドへの対策方法を考えておくわかりんちゃんは悪魔との戦闘時にみんなをまとめてくれればいいからそれなら 授業の戦闘シミュレーションでやったでしょあは,はいそれぐらいならごめんねかりんちゃん重要な役割を押し付けちゃってでも私以外の誰かに任せろと先生が言うなら私はかりんちゃんにやってもらえると安心するわさくら先輩 わかりました。ええ、わかりましたとも。咲夜先輩の期待に応えるためにも、この浅宮か